はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は10月14日に行われた運動会で、雨が途中で降ってきてしまったのでできなかったリレーの DVD の撮影を行いました。すごいみんな運動会の日も気合十分ですごかったんですけど、今日はもうその時よりももっともっと気合がたっぷり入っていて、なんか見ていてすごい自分も緊張感があるようなリレーの始まりになりました。こうリレー走っていたんですけど、こう私ピンクチームで走っていて、1位は 赤チームだったんですけど、みんなすごいいっぱい一生懸命走ったので、なんかこうやっぱり悔しくて泣いちゃう子とかもいて、なんかそういうちっちゃい頃からそういうなんか悔しい気持ちとかがあるのがすごいなんだかいいなって思いました。でまたつぼみ組さんも人工芝で応援してくれたりとか、リレー走っていないお友達もたくさん頑張れっていう応援の声が聞こえてきて、そうやってお友達のことを励ますじゃないですけど、こう頑張れっていう風に応援する気持ちとかも見ていてとっても嬉しくなりました。またその後お部屋に戻って、先日足型をつけたところに顔のシールを貼ったりしたんですけど、なんか前までだったらこうあんまり顔の概念っていうかがなくて、目が2個あるんだとか口は赤色でとかそういうのも分からなかった子たちが、今日はなんかこう目の位置はこことか口の位置はここってしっかり分かってシールを貼ることができていて、すごい成長したなって思う一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。